さて皆さん、普段こう楽器ケースに入れているときに、ちょっとこういうのやってほしいんですけど、これやったときにガポガポガポって音がする人は要注意です。というのもですね、まあ、あの楽器ってまあちゃんとこううまく配置されてるんですけれども、やっぱりこの支えてるところ、こういうところがちょっとガタが来てぐるぐるぐるって回るようになったりしてます。これが角度が回ったりすることによってそれがちょっと揺れるんですね。これは大した違いじゃないんですけど、やっぱりこう背中に背負って歩いてたりとか、毎日こうバッグに入れて歩いてると、この歪みが調整に狂ってくるんですね。それを防ぐために中の緩衝材ショックアブソーバーを作っていこうというで、ということで買ってきたんですけども、はい、なんかめちゃ可愛いやつ、ちょっとこれ今から切り刻むというかわいそうだけど、はい、しょうがないね。なんかスポンジコーナー行ったんだけど、なんかね、割とこう痛そうなのしかないんだよね。キュッキュッキュッってできたんですね。あんま楽器にこう接触させるので、うん、激落ちくんとかね、そうですちょっと気をつけた方が、そうそうそう、はい、あの振ると綺麗になりそうだけど、一応あの優しそうなやつはやらない、傷つけないような、そう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 。じゃあまずどんどんとりあえずブロックに切りますか。はい。じゃあどれぐらいのサイズに切ればいいかって話ですよね。そうです。まあ大体ここの間にモコってはまって、うまくこう上下押さえつける、これぐらいの幅、まあ指2本分ぐらいとしましょうか。指2本分、とりあえず厚さはあるので、長さ、適切な長さに切ってみましょう。はい。やめてー、切らないでー、うわーとりあえずこう切っています。とりあえず適当に切ったんで、こう雲の形してますけど、まあ、これちょっと突っ込んでみましょうか。十分すぎるね。あ、でもこれこんなでかくなくていいけど、この頭の部分を取ればちょうどいいぐらいですね。そうだね、はい、じゃあ切ってみましょうか。まあすごい、ああいいですね。これは絶対押さえつけてる、これは強固な、すごいよ、いいのが。あとは問題はこっちですね。そうですね、やっぱあのキーのところに当たるとあんま良くないですから、はい、例えばこの下のここの部分、またはこの部分、うん、ここよりはこっちの方が広いのでね、うんうん、まあ、そういうところに入るものをちょっと探しましょうってことでね。じゃあ新しくまた切っていきますか、はい、切りましょう。どうでしょう。さあどうでしょう。これだったらキーに干渉しない。ああ、いいクッションになってますね。あ、ちょうどいいね。ちょうどいい感じですね。これで上から閉じたら、まあ、またここという手もあるしね、はい、ここだったらキーないから、これで干渉せずに、そう、お、バッチリじゃない。バッチリですね。ということで、このように美しくスポンジが収まって見事に音がしなくなりました。ではこの木管フルートのも作ってみましょうかね。はい。これもだいぶケースが古いんで、ああだいぶガタガタしますね。はい。これケースが古いからね。じゃあこのガタガタを直していきましょう。さてどうでしょう。お、音が見事にしなくなりましたね。じゃあこれで完成ですね。完成ですね。ぜひ皆さんも自分のフルート、なるべく調整狂わないように、こういう風にしてみてください。